皆さん、芸能神田です。今日はですね、2015年11月の11日に発売になったばっかりの iPad Pro、12日 Apple Store 渋谷です。じゃがじゃーん。さあ、お願いします。はい、お願いします。じゃあ開けさせていただきます。はい、お願いします。はい、iPad Pro、 さあ、開封の儀始まりました。さあ、いくよ。じゃんじゃん。この瞬間なんか嬉しいな。さあ、行きます。やったー、来たよー。おー、あれ、どうですね。はい、お客様自身で開けていただいた。はい、はい、じゃあちょっとこう置きます。さあ、皮剥がしの、おお、これゆっくり剥がしてる。そうそうそうですね、入れます。いきます。ここもありますね。はい、うわ、落としそうで怖い。でかー。はい、ありがとうございます。でかすごい。うわ、じゃあこちらが電源になります。はい、こちらに入れていただいて。はい、こちら、パスワード先まで入れたのに。おー、来ましたよ、来ましたよ。大きいな。ちょっとね、皆さんね、見てください。これでしょ、ほとんど15日ですけども、13日のこれと一緒。うん、すごい。起動中です。これはこのさっき入れたこの機械にね。ハロー、来ましたよ。こんにちは、来ましたよ。日本語、日本言語選択中入りました。キーボード、絵文字いらない。ローマ字、ほい、次へ。 Wi-Fi ネットワーク、何回も入れたんですけど、ネットワーク、これで OK。 日本語間違ってんの。アクティベーション中、新しい SIM を挿入したり。今回はね、SIM 何でもいけるやつになってます。位置情報サービスについて、うん、でかい。タッチ ID はどうですって、設定続ける、パスコード作成、どうしようかな。これを、まあいいや、なしでいこう。パスコード、パスコードパスするにはどうすればいいですか。今設定しない。あ、これで。選べる。コードを追加しない。で、続ける。おめでとうございます。ありがとうございます。こちょこちょ。アップとデータ。新しい iPad で設定になるんですか。はい。アップライズですね。さあ、ここからはちょっと、設定して、あとは使い心地をレポートしてみたいと思います。入れたのが嬉しい、最後の1台だったよ。